こんにちは、平山愛子です。今日はジェラートプケの福袋を開けていきたいなと思います。今回ね、購入したのは15,000円のプレミアムの福袋になります。もう中身ね、見てしまった方もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひ最後までお付き合いください。まずこちらですね、袋、生地がしっかりしてます。で、上パチンってスナップがついていて、長い紐がついてるんで、本当にこうやってね、こうやってかけることもできて、結構これなんかどこか行くとき使えそうですよね。このカバンだけでも可愛い、白だから何にも合いそうです。で、中身が、こんな感じで、3つ入ってます。はい、まずこちらね、開けていきたいと思います。気持ちいい。靴下ね、よく買います。これ暖かいやつ、もうね、これ寒くてもお家の中でこれだけでいいので、私も大好きで結構買ってる靴下と、おブランケット、あったかそう。これでお昼寝できそうなぐらい、オーバー見えるかな、刺繍がジェラートプケって入ってる、いいですね。あったか靴ね、今寒いから買えそうです。すごいね、大盤振る舞い。あ、いいね、カーディガン、ジェラートピケのカーディガン大好きで結構持ってるんですけど、フードがない方がこのまま寝れてね、こっちの方が私は使い勝手が良くて好きで、これで寝れそうです。そして同じやつのズボンかな、おお、あ、ズボンだ、いいね。しかもこれあれじゃない、腹巻きがついてるから、この季節すごいあったかそう。こちらがズボンです。上下セットで入ってました。あと最後こっちかな、使いやすそう。こんな感じのトップス、ズボンで、ここが調節も可能そうで楽で履きやすそう。ゼラピケのすごい可愛いブリブリしたのもあるけど、シックなお色で使いやすいかもしれない。すごい素材がね、気持ちいいから着やすいと思う。これだったらシワにもならなくって、この上にね、これカーディガン、今の時期だったら寒いから羽織ってもいいしね、すごい良さそうです。結構ね、15,000円ぐらいするだけあって、かなり使えそうなアイテム入れていただいてありがとうございます。これから愛用したいなと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。いいですね、15,000円だけどカバンも使えるし、これだけ様々なアイテムが入ってるってすごい人気で買えないのも分かりました。こちらの動画がちょっとでも面白かったなと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。